SBS ラジオのキャスタードライバーが県内各地から中継をつないでくれます今日のキャスタードライバーは太田あかりですあかりーはーい今日は富士市高島町にある国内最大級のカーテンと絨毯の専門店カーテン絨毯王国富士店にやってきていますはい、はい、入り口にはですねふわふわとした丸いクッションだったりあとは秋を感じる暖色赤、うん オレンジの玄関マットがディスプルディスプレイされていまして、すごい秋を感じています。うん、今日お話を伺うのはカーテン絨毯王国富士店店長の山本琉也さんです。山本さんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。中継ご一緒するのは私と3回目なんですよね。うん はい、また来ちゃいました。すいません。いやいやこっちでしょ。また来ちゃったのは <laughs> そうなんです。何回でも一緒にご一緒しましょう。うん、このコンビで今日はお届けしていきます。はい、全国79店舗を展開しているカーテン絨毯王国先々週は清水鳥坂店から中継をしましたよね。うん、で、今回は富士店です。はい、またちょっと違う雰囲気ですが、山本さん、こちら富士店はどんな特徴のお店になりますか？はい、富士店では？ カーテン、絨毯といった専門的な商品を通してお客様のライフスタイルをお伺いして窓周りのプロがお客様に合った商品を既製品、オーダー品に関わらずお客様に寄り添う形でご提案させていただいております、うん、窓周りのプロがいらっしゃるんですねはい、当店スタッフは経験豊富ですので全員が窓周りのプロです、うん、今の時期ですと結露に悩まれる方が増えてくるのではい、はい カビが生えにくいレースカーテンを提案させていただいております。そういった壁が生えにくいものもあったりするんですね。一人一人の個人の悩みにあった、まあ、ご相談ご提供をしてご提案をしてくださるということですね。お店には本当にたくさんの商品が並んでいて、カーテンや絨毯はもちろんですが、まあ、キッチンマット、クッション、収納グッズなど雑貨類も充実していて、時間が足りないぐらいですね。 ありがとうございます私実はカーテン絨毯王国のスリッパを使ってるんですよ家でどうですかこれがすごくよくてあの形がこうしっかりとしていてう割と長く使っていても型崩れしないんですよで履き心地もいいですよねありがとうございますシンプルなものから刺繍の入っているものまであのたくさんありますのでお気に入りが見つかると思います この他にもどれも気になるものばかりですが、その中で店長の山本さんのピックアップ商品を教えてください、はい、はこの1、2週間でぐっと気温が下がり、ようやく秋になり、これから寒い冬を迎えるにあたって、富士店では去年よりお客様の快適な睡眠をサポートする寝具を取り揃えております、うん、中でもおすすめは、はい、おすすめは5層プラス1毛布という商品がございまして、うん、肌触りのいいフランネル素材を肌側に1層。 中に保温性断熱性を高める吸湿発熱綿、普通綿、アルミシートで三層。うん、それをフランネル一層で挟み込むことで、大変暖かい毛布となっております。うん、はい。それでは太田さんにかけてみます。<お>はい。あ、毛布を実際にかけてくださるということで、色味はグレーです。いうかお願いします。いはい。はい、かけました。五層プラス。はーい。あっ。 今モンドさん厚みはというふうに聞いていただきましたけれども、うん、厚みはですねそこまで分厚くなくて、うん、まあ何センチぐらいですか2センチほどですかね。そうんうん、ですね何より軽いんですよ。軽いんだ。はいで,でも、うん、こうかけていただいた瞬間、うん、あ,こうあったかいなあっていうのを感じまして<ー>、うん、表面はさらっとしてるのにすごい不思議ですね。 肌触りがもう優しくてもうだんだん眠くなってくるようなもうですねなんか今それ想像しただけでちょっと眠くなってきたもん本当ですか私もうとうとしちゃうような気分なんですけどもなんか眠くなる中継だねそういう意味じゃなくてだよはいあったかいからうん。これ一個私気になったのがありましてちょっとき音聞こえますかあマイクいいですかありがとうございますお聞こえますジッパー そうなんですスナーがついてるチャックついてるんですけど、これはは何ですか、はいこちらは、うんあのー、大変暖かい毛布になっているんですが、それでも寒がりな方には、あのー、布団カバーにもなりますので、は,<ー>あのー、はい5層プラス1、1層になって、さらなる暖かみを出すことができますので、これから電気代も上がる中では、かかなり需要の高いい商品かと思います中にお布団を入れていいってことですか。はい、あそそうですそうでですす じゃ、毛布だけじゃないっていうことですね。<ー>そうです。そうです。これからの時期とっても良さそうです。そしてまあこちら毛布を今おすすめしていただきましたが、<うん S 1> お店の名前にもなっている絨毯部門のおすすめだとどれになりますか？<うん S 1> はい、あのこちら6段層ラグというカーペットになります。 先日ねね前回聞いたう、ねね、うんそうです、ね、清水鳥坂店でもおすすめしてい,いた商品で、うん、色はグレーとベージュの2色展開だったと思いますが、まあ、改めてどんなものだったかはいこちらですが素材にフランネル蓄熱綿型綿アルミシートエチレンシート不織布の6層となっており、うん、当店の商商品品でで一番暖かい商品です、えーはい、今、目の前にご用意していただいてますね。うん、はい あの鳥坂ではあの触っていただいたかと思いますので今回は絨毯の上に立ってみてください。<お>はい。じゃあちょっと絨毯をご用意していただいたので立ってみますね。行、うん、くぞ。行け<い>ぞ。いは,<っ>はい。はっ。ああいやこうなんて言ったらいいんですかねこう地面から、うん。 こう毛布までの結構厚みがあるので、うん、とってもこう床の寒さ冷たさを感じないのであったかいです、うん、そしてもこもことした素材もこれやっぱり気持ちいいですねはい厚さが4センチほどありまして、うん、保温性もあり床からの冷気を遮断してくれるので、うん、ホットカーペットがなくても10分ほどでポカポカになりますよいいねお客さんの評判はいかがですかはい昨年は冬本番前に完売してしまうほど人気でした。 今年はお値段据え置きで蓄熱綿を30%アップしてます。うん。寒さ対策を考えている方は今のうちですね。はい。うん。こたつの下とかもありですか。かあ、ありです。ありですね。<あ>うん。はい。なんとかすごい暖かくなりそうですね。ねえ<ー>。コラボレーションすると。うん。はい。まあそんなカーテン絨毯王国では他にもお得なキャンペーンを今開催中ということで詳しく教えてください。はい。 10月31日まで65歳以上の方を対象にオーダーカーテン、オーダーブラインドなど1窓以上ご購入予定の方は通常出張料が8000円かかるところを無料でお伺いし採寸お見積もりをさせていただきます。カーテンを買いたいいいいたけどどうしていいかかわらない方 既製品ではサイズが合わずどこを測ればいいのかわからない方ずっと変えたくて困っている方など期間限定のキャンペーンですのでぜひご利用いただければと思いますご興味がある方はまずはお問い合わせくださいませはい10月31日まででお問い合わせは富士店カーテン絨毯王国富士店の電話でお願いいたします、うん、この時間はカーテン絨毯王国富士店店長の山本竜也さんにお話を伺いました、はい、山本さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました ななんんかかすごいポカポカカししたた中継でしたね <laughs> なんか聞いてて <laughs> あったかいなって <laughs> あったかいんだろうなあ,あの毛布とかねカーペットとか思いながら聞いてたら本当になんかこうちょっと寒くなるのが楽しみになってきましたね <laughs>。というわけで伝えてくれたのはキャストドライバー太田明りあかりんでした。